お疲れ様です。冒頭ですね、災害のお見舞い、この度宮城、それから福島、千葉、大変甚大であります。台風19号についてもそうでしたし、九州の北部豪雨からですね、15号、19号、そして、この間の20号、21号という形でですね、日本全国に大変甚大な被害をもたらしています。被災された皆さんにお見舞い申し上げ、亡くなられた方のご冥福をお祈りしたいと思います。後で議論をしますが、災害一括交付金、これを創設するようにということを提案しています。というのは何かというと、もう被害が甚大で、これまでの、しかも累次にわたるものでございまして、私、山田幹事長に、導かれて、川末の大田熊行ってきましたけど、5つの、最低でも塩害ですね、風害、水害、そして日照被害、それに害虫被害と、もう本当に涙を流して助けてくれと言われました。で、玉木代表が予算委員会で質疑をしましたもんですから、その冒頭にですね、その稲を持ってって安倍総理にこういう現状であるということをお話をさせていただきます。ここ一番の踏ん張りどころでございますので、ぜひ力を合わせて、佐賀も油の流出だけではなくてですね、市内、佐賀市内も今日も自分の家が膝まで冠水したという人が来られてましたけど、崖崩れや多くの被害が出てますので、一刻も早い復旧のために力を合わせていきたいと思います。それから国会は今、まさに、記念すべきですね、第200回国会なんですが、驚くことに、役所が情報を漏らして、一人の議員のですね、質問権を奪うと、こういう恐ろしいことが起きました。で、大体今調査を進めてきて、概要が分かったわけですけども、本当にですね、私たち国会、皆さんの県会市議会も私たちの時だけの国会じゃないんですよ。次の世代に、そしてその次の世代に引き継がなきゃいけない。だからそこでの権能や権利が奪われてしまえば、民主主義そのものが死ぬんだということで頑張っていっておりますんで、皆さん心を合わせてよろしくお願いいたします。それから政策案件、この国会はですね、いわゆる日米貿易交渉、これもう本当にむちゃくちゃです。完璧にですね、負けているにもかかわらず、そして TPP の時はあれも非常に許せないようなスタンでしたけども、それでもまだ根拠があります。今回農業被害の試算はですね、ほとんど根拠なしです。 なんであんな額が出てるかというと、 TPP を上回らないと、自分たちの言葉、その言葉にですね、単に合わせているだけであります。で、連合審査、そして集中審議を求めている最中に、さっきメロンの話が出ましたけども、経産大臣が辞任をすると。彼はですね、私たち今日を脱ぎで金曜日、皇居にお招きをいただいてたんですが、そういうまさに御即位の刑事があるから、もうこれ全然無理だから前の日に辞任するようにと、自分たちで自らその出所進退を決するようにと言っておりましたら、なんと次の経産委員会で説明すると強弁をして、そして朝になって土壇場でですね、ああいう形であります。私たち野党が止めてるわけじゃ全くありませんから、本当にですね、ひどい状況であります。これは経産大臣だけじゃありません。文科大臣に至ってはですね、身の丈に合ったということを言ってるわけです。教育基本法、憲法読んでから大臣、いや国会議員になれと強く辞任を求めていきたいと思います。また先ほどの森裕子議員についての質問通告漏洩問題についても、北村大臣はですね、もし事実であれば責任取ると言ってますから、今週彼はもう辞めることになるんだろうというふうに思っています。それから消費税です。本当にひどい状況です。ポイント還元についてもですね、それから経済をここまで悪化させて今のような状況になっているということで、
私たちはこの消費税をストップさせる、あの高校の入試についても英語検定ですね、これをストップさせる法案をあの共同会派で出させていただきました。やっぱり100人10人の共同会派というのは衆議院において非常に力を持っています。私あの国民民主党の国会対策委員長として、それから全体の代行としてですね、安住君と一緒にさまざまなあの司の国会の審議の指揮をしてますけども、やっぱり全然違います。あの今までの質疑時間と一人当たりの質疑時間、それからボリュームが全く違う。やはり一つの大きな塊を作って前に進んでいきたいというふうに思っています。そしてあのこれで最後ですけども、この国会はですね、後であの大串代議士からもお話がありますけども、今私が申し上げた2つのポイントだけじゃなくて、安全保障やあるいは経済についてもさまざまな議論をしなきゃいけない。で集中審議で関連の問題についてはですね、まあ、今あの合同ヒアリングやってますけども、何億とお金をもらっていてですね、何の罪もない、問われないというのであればですね、それは所得税あってなきがごとしものであります。しっかりと追及をするということを申し上げて、そしてあの県内の課題、新幹線、あとであの鳥栖の駅の話もいたしますし、オスプレイの問題についても議論をしますけども、あの皆さん力を合わせて頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。次に大串代議士。はい、お疲れ様でございます。10月の常任幹事会ということで、皆さん次のご参集、そして本当にお疲れ様でございます。国会が10月に入って始まりまし、冒頭から予算委員会ということでございましたけども、私今回あの予算委員会の理事として参画させていただいておりますけども、先ほど原口代議士からありましたように、今回予算委員会、2日間衆議院でやったわけですけども、大きな会派になっておりますので、この14時間のうち8時間以上は我が会派でもうずらっと締めることができる、こういう状況なんですね。ぶつ切りではありません。塊として8時間みっちり、与党に対して論陣を張れる、こういう状況でございましたので、質問バッターの皆さんを、国対委員の皆さんと綿密に打ち合わせて、計10名の方々に、順番も含めてあの事前相談させてもらって、かつ論点が先ほど言われたように かなりたくさんあります。あの消費税の問題、関連の問題、さらには、日米貿易の問題、それから愛知トリエンナーレの問題等々を含め、表現の自由、安倍総理がどういうことを何をしようとしているのか、憲法の問題も含めていろいろありました。こういった問題を、ダブらないように、しかしながら単発で終わらないように、こういった形で、それぞれ、バッターの得意な分野も噛み合わせながら組んで役割分担しながらやってみました。どの部門会委員会も今こういった形で、それぞれの人たちの特色を生かして連携しながら質疑をするということになってますので、国会の質疑は相当私は勢いがついてきているんじゃないかなというふうに思いますし、また会派を組んだ国会になっておりますけれども、各部門会議ですね、各部会、これも今共同で行う部会もだいぶ増えてきました。そういった意味でみんなで力を合わせながら、巨大与党に相対峙していくという雰囲気がかなり出てきておりますので、これはさらに国会対策を中心に皆さんともに進めていきたいというふうに思っております。特に今国会一番大きな課題は、この間、審議しました日米貿易協議協定、安倍さんは、ウィンウィンになったんだと言いますけども、何が日本にとってウィンなのかというのは全く分かりません。自動車に関して、取るものを取ったと、将来の、関税撤廃を約束されてると、前提とされているというふうに言葉で言ってますけども、英文を見たら全くそんな形の内容にはなってませんでした。で、国会でこの点を追及してもしどろもどろの答弁しか返ってこないし、かつ農業面に関してもTPP の枠内に収めたというふうに言ってましたけども、実は牛肉、佐賀県牛肉非常に強いわけですけども、牛肉が関税がこれから下がっていきます。関税がガバッと下がっていくときに
大量流入しないようにセーフガードという規定が通常あるんですけども、これをほとんどない形 の規定にしてたというのが分かってて、つまりセーフガードが上限に来たらその瞬間にアメリカと協議してそれを上に情報改定するように協議するという過去 の貿易協定ではなかったような規定が入っていることがあって、ほとんどガード の意味がないようなそういう協定になっているということが分かりました。こういった内容も含めて実は世論に全然知らせない中で、先ほどの影響資産もそうですけども、世論に全く知らせないで自分たちだけで国会を進めて強行していこうという作業が見えますので、こういった点もしっかり皆さんと共に国会の中で連携してしっかり議論を展開して明らかにしながら私たちの存在感を示していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんと共にまた頑張っていきたいというふうに思います。災害の問題は全国各地大変厳しい状況でございます。佐賀県からもできることはいろいろやっていかなきゃならないし、また佐賀県自身もまだ私が担当する2区においては、大町や竹尾、そして大木も含めてですね、実はまだまだ、家に帰れない方々ともたくさんいらっしゃって、実はこれからが一番きついところじゃないかなと思われるところも多々あるんです。ですから佐賀で起こった豪雨の問題のまだまだ対応はこれから必要になっていくというふうに思われますので、この点も皆様と共に前に進めていきたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは